約束の日と呼ばれたあの日、私は視力を失った。5人目の人柱、真理の扉の通行料として人体錬成、強制的に行われたものだが、ヒューズを失ったあの日、頭の片隅で構築式を考えていた私がいたのもまた事実だ。真理とは、錬金術師が追い求めるすべての答え。あの膨大な知識を、鋼のは幼い日に見たというのか。大佐、いるんだろ。イルス使ったって意味ねえからな。イルスとは心外だな、鋼の。ピンピンしてんじゃねえか。なんだ、心配して様子を見に来てくれたのか。寝言は寝てから言えよ大佐。注意に追われたから仕方なくだよ。ほう、注意に。それはそれはご苦労だったね。そんな面できるんだったらもう大丈夫だよな。俺は帰る。入ってきたまえ。暇なんだろ。それに雨足が強くなりそうだからな。どうした、鋼の。やけに静かだな。悪かった。何に対しての謝罪かね。巻き込んじゃ。それ以上は聞かん。これは私が選んだ道だ。お前が謝る必要も、罪を背負い込む必要もない。そんなことをされては本当に私が無能と呼ばれかねないからな。そうだな、今日は特に雨だしな。ああ、そうだな、雨だな。上がるの？本当に何も見えないんだな。なぜ君がそんな顔をする。見えねえくせに。適当なこと抜かしてんじゃねえよ。見えなくともわかるさ、君のことならね。バカ、いつまでも口の減らねえやつ。このまぶたの裏に最後に映ったのが君でよかったと、そんなことを思う私がいることを、鋼のお前に知られたくない。臆病な私を知られたくない。ずるい大人だとお前は笑うだろうか。そのまぶたの裏に最後に映ったのが俺であればいい。
と、そんな残酷なことを願う俺がいることを、あんたに知られたくないの。